どうも皆さんおはようございます。工藤です。3月30日かはいの、水曜日ですね。はい、朝の7時7分でございます。はい本日はですね、昨日の夜著作権のね話をしといてなんですけど、早速ね、またアニメの話をしていこうかなと思います。うん。今回はガンダムの話ですね。はい。実はね、今日の朝、起きたらですね、そのプレイステーションの新しいサブスクリプション、スパルタクスのなんか新情報、なんか発表されたとかっていうことがね、ニュースになってるとか、っていう情報を入手したんで、そのことについて喋ろうかなとも思ったんだけど、ちょっとまだね、私も全然整理しきれてないし、よく分かってないところがあるので、ちょっと一旦そこは置いといて、夜あたりにでもね、話せたらなとは思っております。はい。とりあえず、今日の朝は、昨日ね、私も知ったんですけど、ガンダムのお話をします。はい。で、何のお話かっていうと、機動戦士ガンダム、水星の魔女っていうのが、テレビアニメで、放送が決まったというお話でございます。はい。昨日 YouTube だったかな？ YouTube のガンダムチャンネルの方で、PV かな？ PV がちょっと待って、音出ないよね。はい。ティザー PV っていうのが、はい、公開されて、私もそれを見て、ガンダム新しくまた入るんだと思って。って感じでお話ししていきます。はい。で、前々から言ってるんですけど、私別にすっごいガンダム好きとか、めちゃくちゃ詳しいとかではないので、すごいライトな、ガンダム好きだっていうことを、それを前提の上でちょっと聞いてもらいたいんですけど、はい。私あんまり昔の、ガンダム。私一番最初のガンダムは、ガンダムシードから、多分ね、一番最初だと思うんですよ。私がそれこそ、小学校、中学校ぐらいの時に、ガンダムシードが入ってたのが多分、最初のガンダムだったかな。はい。子供の頃ね、見てたものなんで、その時当時の記憶っていうのはほとんどないんですけど、ある程度大きくなってから改めてガンダムシードとか、ダブルオーとか見直してね、はい。っていう形にはなるんで、だいぶ結構後になってからね、ガンダム好きになったタイプの人間ではあります。はい。そっからはね、一番最近のアニメーション、テレビアニメで言うと、あれか？オルフェンズか？もしかして。映画とかはね、ちらほらね、ガンダムは、それこそ、先行のハサウェイとかさ、他にもなんか、ね、あるじゃないですか、ガンダムの映画ってね。やってたりすると思うんだけど、でも、あれもやってたかな？あれ見てないんですけど、なんだっけ、富野さんが手掛けた、名前なんだっけ？やべえ、ちょっと忘れちゃった。ガンダムのさ、ガンダムのなんだっけ、名前忘れちゃった。でもちなみにビルドシリーズは私全部見てますガンダムって言っていいのかちょっと微妙なところですけど、はい、ガンプラでね戦うっていうシリーズに関しては私全部見ております。はい、ビルドシリーズは全部見てる。G レコ G のレコンギスタ、G のレコンギスタに関しては私見てませんね。はい。あれ確かテレビアニメで入ってたよね。違ったっけ？劇場版なんかもね、入ってたりしてたと思うんだけど、確か。確かね。なんですけど、私 G のレコンギスタは全然見てません。はい。そんなところかな、本当に。だから最近テレビアニメで見たガンダムの記憶っていうと、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズが、私の中では結構最近っていうか、一番最近に見たテレビアニメのガンダムっていう感じですね。はい。で、今回のその水星の魔女っていうのがテレビアニメの、シリーズなんだよね。うん。だから個人的にびっくりしてる。映画だったら、よくあるなという感じだったんだけど、まさかテレビアニメで、またシリーズっていうか、第1話からこう、スタートしていって、多分、2クールぐらいにはなるのかなっていうふうに予想しますけど、はい。放送されるということで、はい。非常にびっくりしております。で、放送開始がね、2022年、今年の10月から、毎週日曜の午後5時から、MBS、TBS の、全国28局ネットにて放送開始というふうになっております。はい。主人公がね、おそらくやっぱ女性なんだよね。水星の魔女っていうタイトルがついてるだけあってね。うん、公式サイトのトップのそのバーンっていうイラスト載ってるんですけど、ガンダムの機体とこう主人公っぽいっていうかもう主人公なんだろうけど、主人公の女性キャラクターが、はい、映っております。はい。なんかね、ガンダムのデザインは私あんま詳しくないですけど、 YouTube のコメントとか見てると結構その丸みを帯びたデザインになってるらしくて、確かにこれまでの、ガンダムシリーズオルフェンズとか、私あんまりその昔の初代ガンダムとかそんなに詳しくないのであれなんですけどと比べてもなんか確かになんか丸っこいデザインだなっていう感じはしますね。それこそさっきでも G のレコンギスタのなんかデザインにちょっと近いような気もするんだけど、 G レコのさガンダムの機体のデザインもちょっとなんか丸みを帯びたような印象があったんですけど、勘違いじゃないかな、違うかな、確か。うん。はい。公式サイトでね、いろいろ見れるんですけど、ティザー PV が見れたり、あとね、モビルスーツ情報も結構公開されております。はい。これ多分主人公機の機体だと思うんだけど、ガンダムエアリアルですね。ガンダムエアリアルのデザインが、正面と後ろの、デザインがね載ってます。はい。あとはそうだ、テレビアニメーションの放送は10月2022年のオクトーバーになってるんですけど、それに先駆けて、それの前日談としてプロローグが、制作決定しています。はい。それは今年の夏に公開される予定らしいので、はい、そちらもチェックしたいところですね。はい。どうなんだろうね。これは映画なのかな。夏公開予定。この書き方だと映画の可能性もないことはないだろうけど、なんとなく YouTube とかで無料公開とかっていう可能性もなんかあるんじゃないかなと個人的には思いますね。うん。それか各種配信サイトで見れるようになるか、でも公開って言ってるからな、どうなんだろう。テレビとかで放送するってこともあんのかな。ちょっとその辺の詳細はねまだわからないんですけど、とりあえず前日談であるプロローグっていうそのタイトルなのかなが制作決定して今年の夏に公開されるらしいので、はい、楽しみにしたいと思います。はい。で、あとはモビルスーツのデザインの続きですけど、ガンダムルブリス、ちょっと白を基調にしたアクセントにこうピンクっていうのかな、ピンク色がちょっと入ってるような機体がね、デザインされて書いてあります。このフロントとリアのデザインが載ってますね。でかい盾がちょっと特徴的な気がしますね。さっきのガンダムエアリアルも盾って結構でかいな。ガンダムエアリアルのデザインは、いわゆるガンダムの主人公機のガンダムをやっぱであるその白を基調としたアクセントにこう青とか黄色とか赤が入っているようなっていう感じのガンダムだね。で、さっき言ったルブリスっていうのは白を基調にしてピンク色がこうアクセントにこう入ってる感じかな。で、あとはベギルベウっていうね、これ鉄器かな、違うかな、これはね、まあ、ガンダムではないんだけど、その白を基調にして紫パープルのアクセントが入ったような、なんか敵の機体だと思います、多分ね。何も書いてないんで分かんないんですけど、これもフロントとリアのデザインがありますね。どちらにせよやっぱちょっと丸みのあるデザインが特徴的なのかな。はいって感じですかね。はい、今のところはそういった情報が出てる感じです。はい、だからガンダムのデザインとガンダムとかその敵か分かんないけど、機体のデザインどこに書いてんのかな。機体のモビルスーツの設定が初公開されたとは書いてあるけど、そうだね。機体デザインと前日さんのプロローグが、まあ、制作決定して今年の夏公開されるっていうこと、あとティザー PV で、本編である水星の魔女は10月からテレビアニメとして放送が開始されるっていう情報が、はい、ホームページの方から読み取れるのかなと思います。はい、どうなんだろうね。でも配信サービスでも多分配信されるよね。全国28局ネットにて放送開始とは書いてあるけど、毎週日曜の午後5時って今何入ってるんだ。日曜の午後5時。日曜。なんだろう。昔の記憶でいくと確かになんかその辺ガンダム入ってたような。ね、鋼の錬金、あ、違ったかな。あれ土曜とかだったっけ。なんかその、ね、土曜だったか日曜だったかの夕方とかにさ、よくその、ね、ハガレンとかガンダムとか入ってた記憶があるんですけど、そのあたりかな、もしかするとね。あ、あれもそうか、ジャンプのヒーローアカ、僕のヒーローアカデミアとかも確か夕方入ってませんでしたっけ。その辺の時間帯なのかな。まあまた10月からね、ガンダムが夕方から見れるということなんで、まあ、テレビとかでね、毎週楽しみにしてる人は、まあ、嬉しい情報なんじゃないかなと思います。はい。どんな話になるんだろうね。どうなんだろう。やっぱオリジナルなのかな、時代設定的にはね。PV ちょっともう一回ちょっとだけ見ていい？ちょっと音出ないようにね。音なしで見ますけど。ガンダムシリーズのテレビアニメーション最新作でしょ？そう、主人公のね、女の子だと思うんだけど、やっぱりね、赤髪の女の子なんだよね。どうなんだろうな。時代設定的には、時代設定というかさ、特に本当に情報はちょっとしか出てないんだけど、ティーザー PV なんでね。いわゆるさ、そのシードとか WO とか、あとオルフェンズみたいな、なんていうの、その初代のガンダムとかでいう、なんか宇宙世紀、私詳しくないんですけど、その宇宙世紀とかとはその全然関係ないオリジナルの時系列のガンダムシリーズなのかな。それだとね、個人的にはちょっとありがたいとは思うんだけど、宇宙世紀のシリーズものって、宇宙世紀のそのね、内容がちょっとよく分かってないと分からない部分が結構やっぱあるので、この前見た閃光のハサウェイとかもそうだし、あ、なんだっけ、ユニコーンとかね、あの辺の、まあ、映画とかでもアニメでも流れましたけど、あの辺ってまあ見てね、ビジュアルだけで見てもすごい楽しいし綺麗だしね、澤野さんの音楽がめっちゃかっこいいんで楽しいんだけど、ガンダムをあんまり知らない人からするとちょっと途中でこう置いてけぼりにされる感じがね、あったりするので、って感じなんだけど、まあ初代のガンダムをね見直してちゃんと見ていけばいいっちゃいいんだけど、なかなかその、ね、普段からあんまりアニメ見ない人とかにガンダムをおすすめするってなった時に、やっぱりユニコーンとかそのハサウェイとかかなとかって、やっぱね、昔のガンダム見てない人に対して勧めるのってちょっとねって感じもしちゃうんで、だからシードとかさ、ダブルオーとかオルフェンズとかってやっぱ独自の時系列があって、それだけ見てればね、それだけで完結して楽しめるから、個人的にはねそっちの方がありがたいのかなっていう気はしますね。ガンダムのライトユーザーとしての意見ね。ガンダムの本当のめちゃくちゃなファンの人たちはまあどちらでもいいとは思うんだけど、宇宙世紀だろう、もう宇宙世紀の方が嬉しいのかな。まあそこのファンたちの意見は分かりませんけど、あくまで私の個人的な意見としては、独自の時系列の方が何もねこう事前知識がなくても楽しめるからありがたいなとは思います。はい。でもテレビアニメーションでやるってことはでもそういうことなんじゃないかな。なんかここ最近のその宇宙世紀関係というか、宇宙世紀を元にしたガンダムのシリーズってテレビアニメにはなってないですよね。どうかな、わかんないなってないと思うんだけどな。なんかどっちかっていうと映画とか OVA みたいな感じで、その本当に好きな人だけが見れるような状態にあるんじゃないかなと思うんですよね。だから本当に昔からのガンダムのファンが、その本当にガンダムが好きな人で宇宙世紀のこともよく分かってて、楽しめる人たちが自らそのね、そういう配信サイトとか OVA とか映画とかに足を運んで見るっていう状態。でもテレビで入ってるガンダムってやっぱりなんとなくテレビで入ってるって見ちゃうみたいなことあるじゃないですか。だからここ最近のテレビアニメーションのガンダムってその、シードだったりダブルオーだったり、オルフェンズだったりっていうのはなんかテレビでやっててもなんかその、ね、宇宙世紀知らない人がこうパッて見た時に、あ、なんか面白そうだなっていう感じでこう入りやすいのかなっていう気はしますね。だから今回その機動戦士ガンダム水星の魔女が10月からねテレビアニメで、しかも MBS、TBS 系の全国28局ネットにて放送開始されるということなんで、これはやっぱり独自の時系列というか世界観のガンダムなんじゃないかなとは思うけど、どうなんだろう。ちょっと待って、コメント見てみる？コメント、ガンダムチャンネルのその動画のコメント見ればわかるかな。誰か詳しい人が多分言ってるんじゃないか。曲ね。はい。曲の雰囲気が楽しみって言ってる人もいますね。そっか、曲、誰がやるんだろうね。そうだね。今までってかその宇宙世紀のそのユニコーンとかさ、ハサウェイとかもそうだけど、宇宙世紀を元にしたガンダム、映画とか多いって言いましたけど、大体音楽沢野さんが手がけてるみたいなところあるじゃないですか。主題歌は別のアーティストさんっていう可能性もあったりするけど、基本的にその作品内の劇中歌とかその戦闘曲みたいな BGM とかっていうのは大体沢野さんが手がけてるっていう感じで、嬉しいんだけどどうなんだろうね。でもほらシードとかさ、ダブルオーとかオルフェンズって多分劇中歌 BGM って多分沢野さんじゃないんだよね。アーティストもちゃんとっていうか、シードとかだとそれこそ TM レボリューションさんとかねが結構歌ってたイメージあるし、00のアーティストさんたちはもう本当にいい曲ばっかね。00の本当曲好きなんだよね、個人的には。オープニングもエンディングもいい曲ばっかなんだよね。オルフェンズはオルフェンズで、誰だったっけ？あれだ、ブルーエンカウントさんとか、スパイエアーさんとかも確か歌ってたよね。あとはあれ、misa さんも確か歌ってましたよね。うん。ってな感じで、結構その、どっちかっていうと、なんだろうね。やっぱテレビアニメーションでやるガンダムって、まあ、そのさっき言ったように、独自の世界観の、独自の時系列のガンダムだったりもするし、なんか音楽もやっぱりさ、一般の人を受けするような音楽結構使ってるイメージなんだよね。うん。その、ユニコーンとか、ハサウェイとかってどっちかって言ってやっぱアニメ好きな人が聴きたい曲というか、なんて言うのか難しいけど、ね。シードとかもその TM レボリューションとかさんとかもさ、おそらくもともとは別にアニメの曲を歌ったりする人じゃなかったとは思うんだけど、ね。うん、あとは、やっぱそのバンド系の曲、アーティストさんのオープニング、エンディングとか、misa さんが歌うとかさ、なんか、やっぱ結構一般の人が、ガンダムを知らない人が聴いて、あ、この曲すごいかっこいいじゃんとかっていう感じで、入りやすいように作ってるのかなって思ったりするんだけど、うん、だから今回の水星の魔女もオープニング、エンディングとか、作中の音楽を誰が作るのか、どんな感じの曲になるのかっていうのが楽しみだね。うん。うん、あとコメントで、コアガンダム、ユニコーンにもバルバトスにも見える不思議な機体。テレビアニメで主人公が女の子のガンダムは初めて。ああ、確かにね。うん、確かに今までのガンダムの主人公ってやっぱ男が多い。初めてなのかな、ちょっとわかんないけど私。うん。まあこれもやっぱ時代なのかな。うん。昔はさ、やっぱなんかガンダムとかロボットっていうとやっぱ男の子が見るものみたいなさところがあって、主人公男性が多いかもしれないけど、今はさやっぱそういうジェンダー平等とかじゃないけど。ね、そのプリキュアとかでだってさ、男の子がプリキュアに変身したりすることもあるくらいだし、ね、別に女の子がガンダムに乗って戦ったってね、何の問題もないなっていう時代だから、うん、そういう意味合いももしかしたらあるのかもね。そっか、令和ガンダムか。そうだよね。あれオルフェンズってまだ平成？モビルスーツの名前の意味とかニュータイプの概念とか何かしら意味を持たせている。全体像を見て歴代ガンダムのデザインが取り入れられているのがよくわかる。そうなんだ。ちょっとあまりそこまではわからないけど、やっぱガンダムに詳しい人たちのコメントはなかなか参考になるな。テレビシリーズ復活。あれ待って、オルフェンズって平成だったっけ？放送してたの。あれオルフェンズ。ちょっと待って。でもオルフェンズのこの前特別編なんか入ってたよね。鉄血のオルフェンズ特別編は22年の春放送決定。あれまだ入ってないんだっけ？あれ？あれれれ？ちょっと待って。オルフェンズって、鉄血のオルフェンズの特別編って4月5日から入るんだ。テレビでね、順次放送決定。オープニングテーマはマン・ウィズ・ア・ミッションの新曲ブレイズ。やっぱこの辺のさ、やっぱマン・ウィズっていうのかな。マン・ウィズとかもさ、そうだね、あったね。あったけど、やっぱこの辺もやっぱ、一般受けするねアーティストの選択って感じするよね、やっぱね。ダイジェスト版全部で50話もあんのか。でオルフェンズはいつだ入ってたの？第1期が2015年の10月から2013月、第2期は2017年、今年令和4年だから、やっぱりそっか、ギリやっぱ平成か、令和にはかかってないのかな？ちょっとわかんないけど、ってことはそっか、やっぱりね、完全やっぱ令和スタートのガンダムってなると、やっぱ私はね平成生まれなので、平成5年生まれだから、やっぱね平成に時代に入ってたガンダム、平成のガンダムシードとかダブルオー、オルフェンズとかがやっぱりこうなんだろう、愛着があるというかね、初めて触れたガンダムやっぱシードだったし、やっぱそういう思い出があるんで、令和のやっぱこの時代に入る新しいテレビアニメのガンダムとして一番最初がこのヒロ選手ガンダム水星の魔女っていうことなんでね、もしかしたらそのこの水星の魔女が初めてのガンダムだっていう人もやっぱりいると思うんだよね、うん、小学生だったり中学生だったりかもしれないし、するかもしれないし、もしかしたら高校生かもしれない、もしかしたら大人かもしれないしね、うん、まあ分かりませんけど、でも本当に令和時代の最初のテレビアニメのガンダム水星の魔女っていうことで、いや楽しみだね本当に、うん、ワクワクする、いいね、いやガンダムか。でも本当になんかガンダムやっぱ昭和からやってると思うんですけど、すごいシリーズだよね、うん、こうやってなんかだって基本っていうか、本当一番最初始まったっていうところから、私の父親もだから子供の頃かな、若い頃からガンダム見てたし、それでその、まあ、息子である私もガンダムを楽しんでるし、まあ、私の年齢でいくともう子供がいてもいいぐらいの年齢だとは思うんだけど、そのさらに子供たちも、ね、ガンダムに触れられるで、こう同じガンダムっていう話題で話ができる可能性があるって考えるとすごいなって思いますよね。うん。はい。うん。まあ、ちょっと話長くなりましたけど、はい。まとめるとですね、機動戦士ガンダム水星の魔女がテレビアニメとして、今年2022年の10月から、MBS、TBS 系全国28局ネットにて放送が開始されると。放送時間は、毎週日曜の午後5時からとなっております、はい、でそれに先駆けて前日談プロローグの制作が決定して、そちらは、今年の夏に公開予定となっております。はい、ちょっとね長々とお話ししましたけど、はい、説明欄にねリンク貼っておくんで、よければ、はい、皆さんご自身の目と耳で確認してみてください。うん。いや本当に楽しみだね。主人公の女性キャラもちょっと可愛らしい感じもちょっとあって、まあ、まだ CV とかね、喋、うん、った様子が出てないので、どんな子なのかはわかりませんけど、うん、パッと見た感じは、お、なんかちょっと可愛いなっていう感じもありつつ、うん。なんかちょっとビルドシリーズに出てくるキャラクターっぽさもなんかあって、ちょっとなんだろう、なんていうのかな、00とかオルフェンズみたいな、ちょっと、堅苦しいっていうデザインっていうよりは、ちょっとこう、ビルド系の、ちょっと、子供向けっていうのもあれだけど、ちょっと柔らかい印象のデザインになってるような気はしますね。うん。はい、まあ、ちょっとこれ以上はねまたちょっと長くなっちゃうんではい、まあ、ここまでにしときたいと思います。はい、それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。